何してたら選ばれしいらっしゃるんやって思ったかな。さあということでベクセル説さあということでございまして、今回はですねシュガーヘルツからですね発売のドラマ CD オネパラダイスのシーズン2をご紹介いたします。はい、皆さん大変長らくお待たせいたしました。ゲストはこちらの方です。どうぞ。皆さんこんにちは、堀江俊です。よろしくお願いします。お邪魔します。お邪魔します。なんというこの名の透明感のあるというか、いや本当ですか。いやなかなかそんな言われないですけど、すごくこうなんやろ、説得されたら全部はいすいませんって言って言ってますよ。大目さんに言われたら。あ、本当ですか。お金ください。はい、お金ください。そんな邪悪なこと言ったか。びっくりした今。すいません。よろしくお願いします。綺麗な声でございますね。さあということでございます。いやでみんなね可愛いっていうね、いい声。いやあれ今日声低いみたいな。低いって言われてますよ。本当ですか。多分時間が時間だからちょっと眠い。眠くはないです。お仕事頑張ります。はい、でも結構だから声ね、ちょっとお高いですね。はい、僕が言うのもなんですけど。そうですね。けどすっごい喉仏出てるから、普通喉仏出てると声って低くなるんやって。俺ないやんか。それさっきも見せていただいたんですけど、本当に喉仏なくて、いやもう変わんないです。ないから。そんなにないから。いや、あったら、あったらニューハーフやから。ない。すごい。あんまないですよ。それかけすぎと。そうだね、グッとさ、低い子もしっかり出るってことね、多分。はい。おお、これはすごい。これは何オクターブ出せんねん。いやあ、コロちゃんなんか喉袋潰れてるからね、あんなもん。3音しか出ないからね、あいつ。高めのドミソしか出ないからね。さあ、そんな中ですね。まあまあまあ、もうこのちょっと、私も自分で言いながら、このシュガーヘルツっていうのは、何なんだというのがちょっと疑問なんでございますので、ちょっとエラバレシーのね、ひとみくるみのお二人に、ちょっとね、シュガーヘルツとは何ぞやこれ違うの、忘れたな。ごめんなさい、忘れたな。はい、でこれ貸してあげるから。ありがとうございます。お前すげえな、見られない。大丈夫、これ振り柄振ってないけど大丈夫です。読ませていただきます。じゃあちょっとそのシュガーヘルツとは何ぞいかちょっと教えてちょうだい。はい、シュガーヘルツは女性向けドラマ CD を発売する乙女向けブランドです。そういうブランドあるんですね。昨年2017年にシチュエーション CD に物語要素を少し加えた音声ドラマを世の乙女たちにお届けするべく立ち上げました。なるほど、立ち上がったばっかりなんですね。はい、シチュエーション CD イコール男性声優が女性ユーザーに語りかける一人語り CD、ひたすら聴いている乙女たちに男性声優が語りかけます。舞台は様々で、ベッドの中だったり、街中のデート中だったり、今回のシーズン2がブランドとしての2作目になります。何すごい、なんか言うたらええから言うたらええから大丈夫。いや失礼しました、それ電池飛び出しとるから今マイク入ってないから。なかなか見られないトラブルが今、シーズン2がこのシュガーヘルツさんにとって2作目ってことなんですね。そうですね、はい、入ってますか、これでマイク入ってますね。はい、改めてなんですが、このオネパラダイスについて教えていただいてもいいですか。そう、これどういうことなの。そうですね、もう結構もうタイトルからこうパンチがあるんですけれども、まあ、その名の通り、あのオネというか、まあ、イケメンなんですけど、すごい2名麗しいイケメンオネを主役にしたドラマ CD となって、これおったらもう皆さんオネさんたちなんですね。そうです、後ろにいる人みんなもうオネですね。なるほど。ほんで、ちなみにでも見た目も可愛い子がいるじゃないですか。そうですね、真ん中のちょうどそのなんかもうまるで美少女みたいなのが、まあ僕がやらせて、この子いただいてる。はい、女の子じゃないの、この子か。もう玉ついてます。事故みたいに。なるほど。そうなんですよ、この髪の毛の綺麗な子が。そうなんです、ヒカルちゃんがやってるんですけど、まああのそもそもコンセプトが、お姉に元気もらっちゃおうっていうコンセプトのもとで、あの作られた乙女向けのドラマシーンとなっております。まあ、女性はもらえるんやね、やっぱり。なんかさ、お姉の方がちょっと頑張りなよとか言ってくると、頑張ろうとか思ったりします。どうですか。そうなんだ。私はお姉の方とそんなに喋った経験がないんですけど。そうですよね。でもなんかこんなボイスで言われたらめっちゃ元気もらえるなって思う。どうですか、ひとみちゃんは。
うーん、聞いてみたいですね。何を言うの？どの立場で言うんですか？バッチリですけど。これ何やねん。これ何やねん。聞いてみたい。どの立場やお前。ああ、なるほど。ということでイケメンお姉なら元気もらえるってコメントありますよ。うん、で、シーズン2っていうことはですね、はい、さらにパワーアップしたイケメンお姉たちが出てくると。はい、個性豊かな。これね、これ。はい、一瞬これを見るとさ、うん、この全員がこう物語を紡ぐ、うん、そういうドラマ CD かなと思うけど、あ、一堂に会した、ね、あ、ではなく一堂にそうなんだよね。そうなんです、一堂に会しているわけではなく、それぞれがあのもう個体というかメイン一人になって、もう主人公とかずっと一人で喋ってらっしゃるんだよね。そうです、語りかけるっていう。だってこの方なんか書道家なんでしょ。そうです、はい、書道教室をやってるんでしょ。はい、それでもねえの。まあはい、ちょっとその跳ね方汚いとかって言うえ、どういう感じなんだろう。払いがひどいとかって言われるの。ジェマちゃんがいるってちょっとよくわかんないな。なんでよバカ。イケメン感がちょっと伝わってこない。うん、イケメンお姉だから。何にも言い返されねでもこれは増田さんが、うん、増田としさんが言っているので、ものすごいイケメンのおねえボイス堪能できると思います。統一してやっぱりこのなんていうの、女の人口調ってことでいいの。そうですね、僕の役は特にどちらかっていうと、もうよりこう見た目が女の子なので、うん、なるべくそっちに近づけるようにはあのお芝居は、まあ、その光くんやったっけ、はい、光くん自体はもう自分のことをそういうふうに、はい、だからそういう格好もしてるってことね。そうですね。ああ、なるほどなるほど。いや、これはちょっと非常にやっぱりもうたまらない人はたまらないでしょうね。ね、はい、気になりますけど。ということでございまして、じゃあこのねドラマ CD が何なのかちょっと、はい、ちゃんそう教えてもらっていいですか。はい、ちょっと触れましたけれども、キャラクターについて紹介していきますね。そうですね、ちょっとごめんなさいね、順に行きましょう。はい、まずはね、書道家であります、はい、源外静香さんですね。腰部位が増田俊樹さんがやってらっしゃいまして、はい、まあ、こういうプロフィールなんですけども、書道教室を開き子供に教えたり書道に関する講義を行っている子供に大人気のお姉の方ですね。逆に人気があるんだよね、子供に。うん、なるほどなるほど。なんか優しいからこう子供お話しかけやすいのかもしれないですね。母性を感じるのかもしれない。うん、またこの二等身の書き込みすごいな。二等身？いや、二等身の方のね、かわいい、すごい可愛らしくて、確かに、うん、もうね、ネイルにもこだわってらっしゃってね。あ、ほんまや、本当だ。うん、すごい、そういうところに乙女感を感じますよね。うん、ね、はい、ちゃんと完璧に着崩したりは素晴らしいでございますね。はい、続きまして限界、うん、来た恋愛小説家、アイムリキャサリン、あ、日野さん、はい、こちら CV 日野さとしさんがやってらっしゃいます。うん、本物の恋愛、究極の愛とは何なのかという問いと戦い続けている。なるほど、やっぱ突き詰めてね。うん、自分もまた複雑な立場やから、心理状態的には。うん、なるほど、色っぽいですね。好物がプリンっていう、ああプリン、ワインって女子っぽいですよね。そうですね。うん、であの趣味 の, あの感激も絶対宝塚行ってるやろ。あ、そっちか、確かに感じしますけどね。うん、苦手が締め切りって面白いですね。追われてるんですかね。小説家っぽいですね、やっぱりね。あ、はい、いいですね、日野さん。はい、そして続いて、お、慶応部部長、篠宮光、はい、CV 堀江俊さんですね。うん、極めて明るく振る舞っているが、不安で押しつぶされそうになっている。どういうこと。うん、そうなの。そういう一面も、はい、うん、めちゃめちゃ熱血感なんでしょ。そうですね。うん、書いてることが違う、周りがついていけないほど熱血、くじけそうになっても諦めない強い心を持っている、うんうんうん、なるほどなるほど。まあそんな彼なんでございますね。はい、苦手が静寂。静寂が苦手。フライドポテトが好き。はい、ジャンク。でもあの見る感じなんかバンド活動だよね。熱血とか言ってる軽音部やから。そうですね。はい。うん、なるほどね。でお菓子作りが趣味だって。あ、そうなの？そうですね。篠宮ちゃんはただプリンが好きだったりとか、まあいろんなこう結構乙女趣味というか、みんな乙女趣味ありますよね。ちゃんとそこは基づいてるんだなっていう。いいですね。うん、どう、なんか
その東雲ちゃんと俺沢共通ってありますか？似てるとこあります？似てるとこ、いやないですね。ない、もう本当に全く。虫大丈夫？あ、そう、虫は違う人だ、うん、そうね、僕虫は苦手です。あ、でも女の子っぽいとこないな。そこはまあそうですね。甘いもんは？甘いものは好きですね。あ、意外とありましたね。ありますね。意外とありました。女子ポイントありますよ。でもあのひかるちゃん、あの静寂は苦手なんですけど、はい、僕むしろ静寂を好むんで、あ、そこはちょっと違うかもしれないですね。はい、なるほどなるほど。なるべくなら静寂にいたいというか、あ、静かにしてたい。そうですね。結構なんかこう会話してて会話が止まっちゃっても全然平気なんですか？間が嫌っていう。間が嫌だ、間が嫌だ。そういう静寂か。そうそうそう。それは嫌です。あ、じゃあ嫌ですよ。いやでもあのこれよく美容院とかに行くと、うん、こうなんか話したくもないのに、なんか毒にも薬にもなんない話を振ってくる人いるじゃん。めっちゃ毒吐くでしょ。いやいや、そう、そういうのがちょっと嫌だなっていうのはありますけど、ね、まあ、でもそれもね、大事なコミュニケーションやから。苦手な人いますけどね。なるほどね、うん、これね、東雲くんのストーリーっていうのはこれは、はい、どんな、ストーリーなんですか？はい、僕が演じさせていただいている東雲ひかるちゃん、あの、うん、軽音部に入っているんですけれども、はい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 、今その軽音部が実はあの廃部の危機に瀕しておりまして、なんでなんでなんで、まあ、っていうのもそのいろいろ部活が細分化して、うん、軽音部の他にも結構音楽系の部活が出来上がってしまったりとか、でそっちに人が流れていっちゃったり、うん、あとそのひかるちゃんの性格上結構熱血なので、なんかここはそうじゃない、ああじゃないっていうその指導でこう人がどんどん離れていった結果、辛い立場やな。そうなんですよね。部長としてはまあ仕方ないんですけど、結果3人しか残んなくなっちゃって、3人の部活、うん、そうなんです。このままじゃ廃部になるっていうので、ちょっと一念発起して部員を増やそうとある計画を立てるんですけど、うん、まあ、その計画っていうのが今度行われるあの音楽フェスみたいなのが校内で行われるんですけど、そうなんです、うん、そこでもうめっちゃいいパフォーマンスして部員を増やそうっていう、そういう計画をして、あのなんとか、まあ、軽音部存続させるためにドタバタするという、まあ、コメディチックな内容になっています。東雲くん、音楽ジャンル的に何をやってるんですか？ロック？結構ロックとかもういろんな、はい、でほんなら、その曲も歌ってるの？あ、CD の中にですか？うん、あ、実は、はい。すごいやんか。そうなんですよ、ね、ほんなら、ボーカルでいいの？あ、ボーカルです、ボーカルです。ギターボーカルでいいの？ボーカルギター、はい。で、今、何と何のパートがおんの？ベースとドラムでしょ？はい。3人でいけんの？まあ、いけるんです。いけるよ、3人で。いくんです。3人で行くの？と、あとあのその聞き手のチェリーちゃんっていう女の子が、女の子っていうか、まあ、聞き手のリスナーさんがいるんですけど、まあ、その子と一緒にっていう。あ、チェリーちゃんはそういう立場になるのか。マネージャーさん、チェリーちゃんはそうですね、なんか楽器っていうよりも、まあ、サポート面というか。あ、それが聞き手？そうです。あ、うまいことできてるな。そうなんですよ。いいな、チェリーちゃん。その同じバンドのメンバーは、はい、そので登場してくるの？CD にしてこないんじゃない？声としては出てこないですね。だって一人でそういうことでしたよね。一人でずっとこう語りかけてきてくれたり、ね、お一人ごと言ってらっしゃったり、もうひたすらだから収録は僕がもう話しかけ話しかけ、すごい独特の世界観なんよね。そうですね、気になりますよね。いや、面白そうですね。シチュエーション CD っていうのはそういうもんなんだよってコメントありますよ。そういうことなんだね。なんかちょこう、なんかそういう CD ってやっぱりちゃんと掛け合ってるイメージがあるからね。強いから。あ、そっか、うん、あ、なるほど。一人っていうとこね、うん、はい、ということでございましてね、まあ魅力的なキャラクターに並んでおりましたけれども、前作のシーズン1はどんな作品だったのか、ちょっと僕も、はい、シーズン2に負けない魅力的なキャラクターを人気の男性声優陣が演じています。あ、こう、あ、そうか、さっきおった、うん、あのか上手か下手かによった3人が前作なのね。あ、そうです、そうです。あ、そうですね。あ、結構いい、素晴らしいメンバー揃ってますね、うん、ミュージシャンの笹らぎロキ CV。 俺やったっけ？柳原じゃない、柿原って言ってたね。あ、そうかそうかそうか、よく間違えられるやつね。そしてそうなんです、少女漫画家立花シャルロって、これ島崎信長さんがやってまして。あ、信長さん、そしてフォトグラファー辻本、はい、これでこちら CV 岡本信彦さんがやってらっしゃいます。いいですね、うん、はい、ということでございましてね、ちょっと今回はね、はい、どういった内容なのか皆さん聞けますんで、ちょっと気になる。お近くにイヤホンがありましたら、ぜひイヤホンを用意してください、うん、今日この作品の中の一作品聞けるんですよ。何が聞けるの？どれを聞けるかと言うたらですね、うん、なんとシーズン1のね、
あの柳原哲也がやってる違うよあれミュージシャン、あ、間違えた柿原くんがやってるねささらぎロキのささらぎロキのなあれなんかちょっとちょっと入ってますね骨入ってませんかもう役に入ってるんですねじゃあもうこんなもんじゃないからこの頃の声も素晴らしいですいやどんな感じになるのか全く想像できないちょっとあのお流ししますんでちょっとね聞いていただきたいと思いますけどもうイヤホンさした大丈夫かなオッケー皆さんオッケーですかわうるさいって言われちゃうよさあということであ準備オッケーだとそうですさあそれでは聞いてみましょう、ミュージシャンささらぎロキ小さきお姉ですどうぞ、うん、今宵俺はナイト白馬クサントスにまたがり暗い森の奥深くの異形なモンスターに捕らえられたエンジェル姫を助けに行く待っててプリンセスナイトロキが駆けつけるまでどうか無事にいたバカラ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 あんなところにエンジェル姫を捕らえた巨大なタコがでっか気持ち悪い産地が産地がああなんてことでしょうエンジェルちゃんがタコの触手にあんなところにあんなことを今すぐ助けないと大変なことになっちゃうああ本当に大変なことになってちょ助けに行かなきゃでもまさかこんな状態にうわやめそこはそんなところはうわひでえ夢だったまったく意地悪だぜ悪夢を司る神のビジョンってのはよでもせっかくだしもう一回みーちゃんをスコースコースコーなんじゃこれなんじゃこれ2点3点しましたね結局お姉だったってお姉ですねいやいやいやもう思ってたんと全然違うすごかったですよでも柿原さんめっちゃ楽しんで収録されたんだろうなっていうのはすごい伝わってきました、ね、いやほんまあれ台本あったんあれ確かにあれカッキーのアドリブじゃんあれ途中からだってパカラパカラパカラって本人が言ってましたよいやすごいだからあの目が覚めた時が本人ってことね夢の中やったからハギャーとかなってたけどいやでもだってもう一回夢に行こうとするときはおねえになってた、はい、その時があの言うたらこの人でしょこの人になっとったってことでしょ、うん、夢の時はちょっとひどい夢やったけどあの起きてからひどい夢だったわとかって言ってるのが本来の自分のこと ね、まあ、ねおしとやかそうでしたけど果たしてでももう一回ビーちゃんを言ってたね言ってたよです、ね、あれはだって現実でしょそうだから嫌いではなかったってことねえあんなんなん僕のはああいう成分もちょっとありつつえ気になる割とでもなんかいやさっき歌るが説明してくれたのなんかおやすみとか、うんうんうん、おはようとか頑張ろうみたいなそんな言ってくれんのかなと思ったらちょっと違います、ね、寝れて食事かー言ってたよでもすごい勉強になったら外では聞けないなっていうのが分かりましたね、そうですね勉強すな笑っちゃうんだと思ってどこに参考にしてまあでも、うん、そうか逆にかいろんな声が聞けるという意味ではそうですねそのもうすごい声のカラー的にはにもう12色じゃない24色36色ぐらいの、ね、ああなるほどこれはちょっと確かにまあやる人にかなり実力値が力がないとそうですね一辺倒になっちゃうからねそうだよね世界観を声だけで伝えるという当然ね SE は若干入りますが、うん、
なるほど、いやすごい、すごかった、なるほどな。どうでしたか、選ばれしのお二人は、うん、なんかビジュアルから想像してたのと全然違くて、なんか面白かったです ね、 そうだ、ビジュアルもずっとあったし、ね、イケボでなんかこうささやいて、うん、寝る前とかに聞く感じなのかなって思って聞こうと思ってたら、うん、いきなり変わったんで、うん、目覚めるよね、目覚めましたね、うん、ひとみはどうでしたか、うん、すごい感情的なお姉さんで、お姉さん、お姉さんで、うん、ね、もっと聞きたいなって思います、ね、感情的な部分を、なんかさらに、うん、なるほどね、うん、でもやっぱり女性を元気にしてあげたいっていうのがあるので、あ、そうかそうか、そもそもだから笑ってくれたらいいみたいな、いいんじゃないんですかね、やっぱ面白くて合ってる、この人は、うん、この人はだ、うん、何の仕事されてる人やったっけ、これミュージシャンですね、ミュージシャンか、うん、あ、だからそれこそ歌とか歌ってくれるかもしれないね、うん、そうですね、あ、さあということでございまして、今回はですね、なんとせっかく堀江くんに来ていただいてることもあるので、はい、なんと今回ですね、はい、生で演じてみたいと、おお、ということでございまして、なんと今回はですね、電磁ゲッチャーオリジナルの活気下ろし台本がここにございます、はい、やばい、うわすごい、第2項って書いた、ちゃんとやってあるじゃん、本当だ、結構進行を重ねてるんですね、そうですね、諦めない、それが光の、まあちょっとざっとね、あらすじ、ちょっとあらすじ、ちょっとじゃあちょっと堀江くん、あらすじ読んで、あらすじ、はい、あらすじ、ちょっと英語で読んで、あらすじ、はい、ナレーションっぽく読んで、ナレーションっぽく、うん、はい、地元の将来有望な高校生を紹介するローカル番組の収録に来たヒカルだったが、入るスタジオを、これネタバレになっちゃった、ネタバレになっちゃった、ネタバレ、これやばいですよ、ちょっと何やってんの、これは俺だよ、これ俺らよか、そうだよ、びっくりした、そういうことか、あ、そうか、これ読んだら赤いやつか、いい声だったけど、ある程度こう筋を言うといた方がいいかな、そういうことじゃなかった、違う、ね、びっくりした、さあということでございまして、役どころ的にはですね、まあ、我々3人が出てきますということでございますのでね、うん、これ言った方がいいの、これ役名言った方がいいの、名乗りますかね、え、まあいいか、言ってもいいかな、当然光る役と、はい、ね、堀江さんが光る役で、山本ちゃんが女性キャスター C をやる、まあ、まあ C も何もこれ山本ちゃんですあるしね、はい、で私柳原が警備員ということでございましてね、はい、それでは行ってみましょう、おねえパラダイス5、軽音部部長篠の目光る電人ゲッチャのオリジナルバージョンです、スタート、それでは次のコーナーです。本日のゲストは現在各界で話題を独占しているゲームクリエイターの鈴木さん、はいはい、本日のゲスト篠の目ひかるちゃんです。いや、地元ローカル局とはいえインターネット配信番組、とうとう私も世界デビューね、相手は世界よ、頑張れ私、うん、あ、ストップ、お姉さん大丈夫、心配しないで、はあ、私に任せて、まずは自己紹介ね、皆さんおはよう、ハロー、ニーハオ、ボンジュール、グーテンタークにサワディカ、アニョハセヨ、チャオ、ついでにブエナストルです、オーラ、ヘイ、こんなもん、さあ、そこのあなた、私は誰かというと、はい、明けの橋学園から来ました篠の目光、ズバリ創立50年の伝統を誇るロック界の両親、うん、軽音部の部長、東に雲が光って篠の目光るよ、覚えといてね、じゃじゃじゃーん、ちょっとこの子、何、これ生放送なんだけどよくわかんない子いるんだけど、だお姉さん、はいはいはい、スタッフさんと小声で話してるの、あ、今日は私が仕切るから、あ、暇だろうけど見ててね、将来有望な地元高校生にスポットを当てた番組、地元人月収、毎週見てるんだから進行なんてまるっと把握よ、いやいつか出演したいって思ってたのよね、あ、まあ有名音楽家両親の七光かもしれないけど、はい、まあ、それは横っちょに打っちゃっても私を見つけるなんてさすが地元スタッフ、いいね、はい、あのですね、地元人月中っておっ
ゃいましたけどもね、うん、君、うん、この番組、うん、電人ゲッチャーなんですね。さてさて、今日はやぶようがあってメンバーが来てないんだけど、軽音部構成紹介します。ギター&ボーカル、あたし、そしてベース、めぐるくん、ドラム、まさるくん、そしてそしてうちのバンドの活力というか、まあ、私のパワーの源、チェリーちゃん、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 まあ、あのチェリーちゃんっていうのは、うん、まあ、私の幼馴染で、うん、いつも私を助けてくれるヒーロー、うん、ああまあヒロインなんですけども、うん、まあ、ぬいぐるみキャッチャーだって音ゲーだって最高にテクニシャンなの、うん、実はねここだけの話、はいはいはい、私チェリーちゃんのことちょっとすいません、ちょっと、あ、いたいた、あ、なんだあれ、ちょっとそこの君、あ、本人がもう一人やべ、スタッフ間違えてんだよ、あれ早く外に出なさいよ、あなたちょっとこっち来なさい、あなたもね何やってんのバカ、ここじゃないって言ったでしょ、私東雲光、知らないわよ、何事も一度始めたことは絶対に諦めないから、いやそうじゃなくて、それでは聞いてください、ちょっと待って、グローインアップ、ちょっと何、え、あなたでちょっと待って、遠い夏の記憶、いい声、優しい君の声どこまでも続いてく、この道の向こう側、あなたと一緒に生きる、違う、何やってんだよ、はい、ちょっと何やねん、こっちに来なさい、ここはここはやめて、ゲームのクリエイターとかが出る番組なのよ、あんた何してるの、こっち来なさいよ、触らないよ、触らないじゃないわよ、私たち触りたくないわよ、あなた意外とゴツゴツしてるわね、あなた早く来なさいよ、何やってんの、離してよ、もうちょっとやめて、こっちに来なさい、ちょっと諦めないわよ、私はこれが篠宮光の心意気なの、ここで諦めるよ、お前ちょっとやめて、青い空、過ぎ去る日々にこの声届くように新しいステージへ、来週はおすぎとピーコさんがゲストです、おかしいやろ、おかしいやろ、汗だく、汗だく、ヒカルちゃん汗だく、頑張った頑張った、すごい、いやこんな生ドラマ見れるなんてすごいですね、いやー、俺がこのね、俺がお姉したらあかんねん、こういう場合は、そうよ、ほんで俺がお姉したらもうちょっと絶対怒られるかなと思ったけど、そのあなた側のスタッフが行け行けって行っていいぞ行っていいぞって言ってたからね、なるほど、もうお姉で行ったよ私は、ありがとうございます、いやいやいや面白かったじゃない、面白かったですしいや、めっちゃ恥ずかしかったんですけど、最後のおすぎとピーコちょっとよかったんじゃないの、すごいな、結局そういうゲスト呼ぶんかいっていうそんな番組ちゃうやろっちゅうねんっていう、そうなんですがね、お姉の一番トップやからね、ツートップやからね、あの二人、いやでも本当、本当普段はね、人お一人でずっと喋ってるところを今回こう対話してるのも、あ、そうですね、どうやったら、いやちょっと嬉しかったです、本編もこうやって掛け合いしたかったなと思いましたけど実際 CD ではもう僕がそうですよね、はい、だからああいう風にドラムとかそうですね、めちゃくちゃな私のさ、はい、ってことと説明文も結構、うん、そうなんですよ、多いよね、そうなんです、マセラクで収録させていただいて、すごいねすごいね、カルーセル巻きも呼ばないとおねえ列伝ちゃうねん、はい、ということでございました、はい、はい、ということで、いやいや、お疲れやったね、ありがとうございます、汗だくやね、大丈夫か、うん、さあ、ということでございまして、じゃあ一呼吸入れていただいて、ちょっと水飲んで、はい、水飲んで、ありがとうございます、うん、ここの辺もほら乙女なんだよね、あの女子しかストロー刺されないのにさ、あ、ほんとだ、なんで私のないのよだからぶっ壊せよ、怖い怖いちょっと女子感出てますよ、そうですね、いやね、いやね、差別よ差別よ、見た目よ見た目よ、はぁ、ムスはさあ、ということでいや、何を求められてんねん俺そんなお姉キャラやったことないし、いや、山田花子さんの鬼パクリやし、今のもさあ、ということでございます、でこっからは、じゃあちょっと最新情報お願いしますかね、堀江君、わかりました、
オネエパラダイスシーズン2ボリューム4玄関院静香は現在発売中です。あ、なるほど、はい、そしてボリューム5僕が演じる東雲光が、12月5日に発売、うん、そしてボリューム6相森キャサリンが、来年2019年1月16日に発売です。価格はそれぞれ2200円となっております。初回版にはスリーブジャケット、キャストフリートーク、そしてアニメイトステラワース共通でミニドラマ CD、ステラワース限定でジャケットブロマイドがついてきます。なるほど。全巻購入の応募者全員サービスはお姉たちのお休み昔話 CD のものがまた、これ気になる、すごくついているのでよろしくお願いします。ちゃんとお休みさせてくれるのかが気になります。絶対違う、どんぶらこ、どんぶらこよ流れてきたわ、うるさ、桃だわ桃だわ、何この桃大きいわみたいな、そんな感じで私のお尻の方が綺麗よとか、なんかそんなになる、絶対そういう感じ。真相はちょっとぜひ前回購入していただいて、ね、確かにいただきたい。俺の勝手なイメージやけどな。そして、ガールズゲームショップステラワースさんにて CD を予約購入していただいた方は、抽選で僕が今度来年やるお渡し会があるんですけども、うん、あまあ、そちらに参加していただけますので、ぜひお時間ある方はですね、2月23日土曜日お渡し会ぜひぜひ来てくれたら、嬉しいです。よろしくお願いします。優しい声でありがとうございますとか言ってくれんのよ、ね、この声で、はい、声してるわ、もう声はもうね、もうどうしようもできない才能やからね、こればっかりは生まれ持ったもんやから、うん、ほんまにお父さんお母さんに感謝しんや。ありがとう。兄弟は、はい、ただ弟がいます。弟は声どうなの、声めっちゃ低いですね。プロレスをやっててなんか知らないプロレスそうなんです、なんか僕と全然似てもいいですから、そんな言うてめっちゃお姉ちゃん、大丈夫弟、実はいや多分大丈夫だと思うんですけど、プロレスやってんのなんかすごいな、面白いな。うちの弟も警察官やからな、そうなんです、そういう意味で言うたらね、反面教師なんかもしれんね、はい、はい、ということでございまして、ぜひともね、はい、お渡し会もございますから、うん、皆さん足の方をお運びいただいて、まあ、Twitter とかね、ページいろいろチェックしていただいて分かると思いますので、お願いします。じゃあ、おれくん最後にね、ご覧の皆さんにメッセージお願いします、はい、うん、はい、そうですね、もう本当に収録すごく汗だくに今日みたいになりながら、もう全ての羞恥心を捨ててこの役をやらせていただきました。すごく盛りだくさんで楽しい内容になっていると思いますので、12月5日発売です、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、めかさらしゃ今回はですね、ドラマ CD オレパラダイスのシーズン2をご紹介いたしました。オレくんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。大冒険レベルを上げて